鈴木康友知事は今日、就任から1ヶ月を受け、あっという間だったと振り返りました。課題のリニアをめぐってはキーマンと会談を続けるなど精力的に動いた1ヶ月でした。本当に、あっという間の、1ヶ月だったなとこういう感じがいたします。私なりに、スピード感を持ってですね、県政運営に取り組んできたつもりでございますし、職員の皆様と就任から1ヶ月経った鈴木知事、長年の県政課題であるリニア新幹線をめぐっては1ヶ月で大きく動きました。鈴木知事どうも。ご無沙汰しております。初登庁の翌週には国土交通大臣と面会、そして翌日には JR 東海の丹羽社長とのトップ会談が実現します。さらにリニアの規制同盟会の総会に出席し、岸田総理に早期開業を要望。相次いでキーマンと面会し、国などとの連携に向け精力的に動きました。一方、山梨県内の工事をめぐる JR 東海、山梨県との三者合意については認識のずれがあったようです。水の回復措置について丹羽社長は、環境に影響が出た場合に回復措置が必要との考えを示しましたが、こういう条件がつくものではないんで、改めて JR 東海の方にお問い合わせをしております。その結果、この三者合意、合意事項以上に条件がつくものではないということは JR 東海の方から回答をいただいておりますので、その点は三者合意を遵守できていくものと考えております。県政課題全般については総合計画の策定作業に入っていて、鈴木知事は今年度中に骨子をまとめる方針です。